はい、じゃあ、あのスタッフの方に渡していただき、一応ね、お花もブルーの感じにしたんですけれども、はい、すごい綺麗な、ね、あの皆さんも洋服がね、あのちょっとアルバムに抜けたはい、T シャツなんで、どうして気がついたのリーダー、ありがとうって、さっき池森さんが気がついたのをさ、リーダー気がついたのありがとうございます。そうです、私もちょっとね、ディーンのカラーにしてまいりましたけれども、はい、今回のジャケットのね、そうでございますよ、ストライプ、はい、改めて、まあ、20周年ということで、今どういうお気持ちかお一人ずついただけますか。ですね、どうだろう、晴れ晴れしますね、晴れ晴れして晴れ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 、ほら、20歳でさ、花の花を成人式の日と晴れ晴れした感じになるでしょ。そうね、なります、なります、はい、そんな感じで20歳ですもんね。そうです、はい、どうですか、大人だってね、大人だっていう、いや本当ね、今振り返ってみるあっという間ですけど、うん、本当にいろんなことありましたよね。もう一言では語れない。だって本当にその生まれとこが20歳になるってすごいもんね。すごいですよ。だってそうよ、小学生だったのに今30歳過ぎましたっていう方いらっしゃいましたよ、はい、そうですよ、まあ、それはそうですよ、ね、そうやって一緒に歩んできてるってことだもん。カホリーヌさんなんかもね、親子でね、ライブいらっしゃったり。そうですよね、なんか僕たちももし10歳でデビューしててもどうやっても30ですからそうね、そういう計算いらないと思うけど、ね、そういうことになりますよ。すごいジャニーズか、みんな前かみんな子供の時からかって ね、でも長いけれどもあっという間かもしれないですね、ご本人たちはね、はい、どうですかリーダーは。いやもうやっぱ20周年っていうことで、はい、やっぱり一人でも多分こんなできなかっただろうしね、うん、このメンバーだからやっぱこう できたのかなっていうちょっと気がしますね。まあもちろんファンの方もスタッフの方も本当に恵まれた20年でございましてね、うん、これからも皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思っています。ありがとうございます。リーダー素晴らしいですね。こういうところは締めてくれますよリーダー。もうハグしてもいい？どうぞ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 